初版の表紙、何をなすべきかは、1902年のウラジーミル・レーニンの著作。1898年に創立大会を開いたが、弾圧で解体されてしまったロシア社会、民主労働党の再建へ向け、全国的政治新聞の創刊をそのための手段として、訴えるとともに、先制打倒のための政治闘争より、労働運動を重視しようとする傾向を批判した。 ロシアでは1890年代半ばから労働運動が高揚し、それに伴って社会民主主義運動も拡大した。1898年にはロシア社会民主労働党の創立大会が開かれた。しかし直後の弾圧により党は解体してしまい、各地の社会民主主義グループはバラバラのまま活動していた。一方、労働運動の公用を背景として、 活動の重点を先制の打倒を目指す政治闘争から労働運動へと移そうとする傾向が現れた。従来の目標を維持しようとする勢力はその傾向を経済主義と呼んで批判していた。対立は国外に亡命していた社会民主主義者の間で先鋭化していった。プレハーノフを中心とする労働解放団は政治闘争を最優先とする立場を維持したのに対し、 もともと労働解放団の提唱によって作られた、在外ロシア社会民主主義者同盟は、経済主義の影響を受けた。労働解放団は、在外同盟の中で少数派となり、1900年に、決別して新たに、ロシア革命的組織、社会民主主義者団を作った。同じ時期、流刑中だったレーニンは、経済主義を批判する、ロシア社会民主主義者の抗議を書き、 賛同したマルトフ、ポトレーソフとともにトロイカを結成した。トロイカは党の再建のための第一歩として全国的政治新聞を創刊する計画を掲げ、流刑終了後に活動を開始した。ロシア各地で計画への賛同を集め、国外に出て労働解放団と協議した。その結果、1900年12月にイスクラが創刊された。イスクラ派は 在外同盟との統合も試みたが、在外同盟の中に経済主義的傾向が根強く残っていたために失敗に終わった。イスクラハと在外同盟は党の再建をめぐってイニシアティブを争うライバルとなった。そこでレーニンは全国的政治新聞の構想を詳しく説明し、同時に在外同盟の機関紙、ラボーチェーデーロンに現れた。 経済主義的傾向を批判することを目的として何をなすべきかを執筆した。ラボチェーデーロは、イスクラが発展の客観的あるいは自然発生的要素の意義の過小子に陥っていると批判した。しかし、自然発生的な労働運動は、組合主義的意識、すなわち、組合に団結し、雇い主と闘争を行い、 政府から労働者に必要なあれこれの法律の発布を勝ち取るなどのことが必要だという確信しか作り上げない。社会民主主義者は自然発生性に廃棄するのではなく、それと戦い、労働運動を社会主義の方向へと導かなければならない。先生の打倒による政治的自由の獲得を目指す政治闘争を最優先課題とすることは階級性を捨てることにはならない。 反対に革命勢力の前衛となるために積極的にそのような政治闘争に関与しなければならない。そうしなければ労働社会級はブルジョア民主主義の後衛になってしまう。ラボチェーデーロは社会民主主義者の政治的任務を組合主義的に狭く理解しているだけでなく組織上の任務の狭い理解にも陥っている。狭くて原始的な組織活動、 その手工行政から脱却し、政治闘争に勢力と、格好さと継承性とを保障できるような革命家の組織を作るという任務を理解していない。労働者の組織は職業的組織で、できるだけ広範で、できるだけ秘密でないものでなければならない。一方、革命家の組織は、革命的活動を職業とする人々を含み、あまり広範でなく、 できるだけ秘密なものでなければならない。格好たる、継承性を保った指導者の組織がないなら、どんな革命運動も、恒久的なものとはなり得ない。自然発生的に闘争に引き入れられて、運動の土台を構成し、運動に参加してくる大衆が後半になればなるほど、こういう組織の必要はいよいよ緊急となり、またこの組織はいよいよ恒久的でなければならない。この組織は、 職業的に革命的活動に従う人々から主として成り立たなければならない。先制国では職業的に革命的活動に従い政治警察と闘争する技術について職業的訓練を受けた人々だけを参加させるようにしてこの組織の成員の範囲を狭くすればするほどこの組織を捉え尽くすことはますます困難になりまた労働者階級の出身であると その他の社会階級の出身であるとを問わず運動に参加し、その中で積極的に活動できる人々の範囲がますます広くなるであろう。先制政治のもとでは、党の組織原則として民主主義を導入することはできない。公開性や全ての職務の選挙性は問題にならない。我々の運動の活動家にとって唯一の真剣な組織原則は、 次のようでなければならない。すなわち、最も厳格な秘密活動、最も厳格な成員の選択、職業革命家の訓練である。これらの特質が備わっているなら、民主主義以上のあるものが、すなわち革命家たちの間の完全な同志的信頼が保証される。エリナ・ナデジジンは、全国的新聞の必要性を提起した論文、何から始めるべきかについて、 必要なことは、地方で強力な政治的組織に着手することである。我々にはこういう組織がない。地方に強力な政治的組織が育て上げられないなら、どんなに立派に組織された全国的新聞があった、ところで何になろうかと批判している。しかし、問題の核心は、全国的新聞以外には強力な政治的組織を育て上げる手段はないということにある。 定期的に発行される新聞は各地の組織を結びつけ経験や人材の交換を保障するだろう。全国的新聞を中心として形成される組織は革命の公用期にも賃貸期にも対応できる組織になる。レフトロツキーは第二回党大会での分裂においてメンシェビキ側につきその立場から何をなすべきかまで遡って レーニンの党組織論を批判した。トロツキーは経済主義批判によって党が大衆との結びつきを失ってしまったことを指摘する。職業上の闘争、とりわけその最も戦闘的な形態としてのストライキは我々の組織を自らの要求と必要に従わせることをもうずっと前にやめてしまった。我々は経済主義に対してありとあらゆる契機に基づく。 政治的は黒というものを退治したが、その経済主義との戦いの過程で我々はストライキを指導する技術をすっかり忘れてしまったばかりでなく、一般に職業上の闘争の全体に対して会議的な態度を取るその政治上の確かさに対する疑惑の検知からあようになりさえした。トロツキーは二つの活動方法の違いに注意を促す。 プロレタリアアートに代わっての思案、プロレタリアートの政治的代行と、プロレタリアートの政治的教育、あらゆる政治的団体、党派の意思に合目的的な圧力をかけるための、プロレタリアートの政治的動員である。レーニンの党組織論は前者であって、プロレタリアートを指導していないという点では、経済主義と同じだという。経済主義者が、 プロレタリアートの後にノロノロとついていくがゆえに、プロレタリアートを指導していないとすれば、政治家は自らが、プロレタリアートの責務を果たすがゆえに、これを指導していないのである。ありがとうございます。